で、他の本とかね、他の方とか言ったけど、やっぱり賢い人とかにもだけ偏ってね、会ったりとか接したりするだけじゃやっぱりダメって言ってましたよ。自分が好きな人だけっていうのは、やっぱりいろいろいるじゃないですか。いろんな人と接して、ね、そして自分の、なんですか、人間性とかが成長したり向上したりするってこともあるんで。ああ、もう話す意味がないとか会う意味がねっていうのも分かりますけどね。それをもう振り切ってそれでも俺は話す、会うっていうのもね、人間の成長の一つの避けて通れん、ね、道じゃないんですか。ね、まあまあ別に話したいって言われたら、じゃあちょっと話そっかで、あんまり深く考えんでいいんじゃないですかね。で、話してみて、ああ、やっぱりダメだと思ったら、まあ、その時またね、もう、またもう、ね、もう話すことはない、でもいいやろうし。いや、だからもうその状態なんですよ。そ全の状然大態。丈夫じゃないですか。その状態なんですよ。